してんだよ。行っております。名古屋おもてなし武将隊の皆様、お疲れ様でございます。姫隊の面々よ。姫隊の面々、愛知戦国姫隊じゃん。あ、私たち愛知戦国姫隊でございます。あ、姫隊でございますか。はい、なんでこの草厚い時によく来たな。草厚い、さすがお言葉がお綺麗で。いやいやいや、あのね、本日美奈皆様にぜひご紹介したい客人を呼んでおるでございます。我ら以外にも仲間になる者たちおると。南なの。そうそうそう、11人目の戦士名古屋もてなし。もうすごい戦力に。あ、誠に、はい、早速呼んでもらいたいんだけど。あ、良いですか。あの、その前に秀吉様とお虎屋、はい、お二人のご生誕地はどちらですか。皆にぜひ。あ、我々はあの終わりの国、中村というところで生まれたんじゃ、中村区っていうのがあってな、はい、そちらで生まれたんですが。そうですね、今だと名古屋駅が近いの。そうですな、名古屋駅なんか中村と。中村ですね、中村ですね。ちょっと、はい、山さん、なんでそんなたどたどしいんだ。女の子が苦手か。いやいや、突然、あの、何をそんな当たり前のことをと思ったんですよ。大事なことでございまする。怒られましたよ、お虎屋。しっかりするんじゃ。申し訳ございません。めちゃくちゃ怒られましたから、ね、あ、そうだ、あとで体育館裏ね。あと、うん、でね、怖いね、はい、ちょっと先体重いたすわ見られるし。はい、そんなね、中村の地になんとご当地キャラクターなるものが誕生いたしました。めでたいでしょう。出てきたんでございます、親方様も。はい、でね、そのお名前なんと秀清と申しまする。なんか聞いたことあるような、なんかお二人を足した足し2で割った感じでございます。はい、まさしくわしらを。なんかそういう感じですから。怖い怖い怖い。はい、あ、いやいや、あの、こういうこういうこうやってやってください。はい、こういう感じでございますね。はい、あ、なるほど、それがヒントになってるわけですね。まあいいや、はい、そうなんです。まあいいや、はい、まあいいや、はい、そう、そう、はい、秀清というね、秀清、わしはまた関係ないってことだな、こたび。あの、あ、はい、あの、お一の方様お願いします。あの、親方様はあまり関係ない。私たちはあまり関係ないそうでございます。改めて、はい、そういうね、お二人で対抗ね。ぜひ、はい、愛知県対抗、愛知県対抗。そんな関係ないと言わずに、言わずにな、ね、そうじゃ、めでたい席なんじゃから。はい、それをね、今呼んでおりますので、ぜひみんなで呼ぼうと思います。良いですか。まずがせーのと申したら、殿方ももちろん、姫隊ももちろん、ここにお集まりし皆様、一緒に秀清って感じで言ってくださいませ。最後ハートつけてな、はい、気持ちで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 な、はい、良いですか。皆様良いですか。元気よく参りますぞ。せーの、ひでき、よご当地キャラクター秀清です。よろしくお願いします。秀清、もっと前に秀清、秀清、ちょっと前に控えめだね。横のもの見えとるかい。はい、秀清、かわいいかわいい。はい、先日は、おもてなし武将隊の皆様方、そして戦国姫隊の皆様が尾張中村の地に皆様お越しくださったということで、誠にありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、そしてこたびはですね、皆様のお力を借りてこちらの名古屋城にね、あの、呼んでいただいたので、馳せ参じた次第でございます。今日は何卒よろしくお願いいたします。いやー、それにしても秀清、はい、なんかすごく変わった姿をしているように私は思うんじゃけれども、そうです、ね、なんでそのような姿なのか少し説明していただけますか。はい、ありました。こちら秀清の正面ですね、見ていただくと、どこかで見たことがあるような姿をしているなと、よく目を凝らしていただくと分かるかなと思うのですが、
秀吉公、秀吉様、ちょっと待ちようよ、秀吉様、こう読み慣れた姿ではございませんか。この、はい、あれじゃないか、はい、このイカが、イカ、イカ、確かにちょっとイカ吐いたイカ墨を受けてしまった状態だから黒いと。じゃあ、はい、この黄色をどうやって説明なさるんですか。黄色はじゃな、はい、そのなんじゃろうか、この何かしらの作用を受けてじゃな、このできてしまった文様ではにゃか。じゃあどっちほど体育館裏の方にお願いしますね、ってことでございますけどね、全員体育館裏じゃん。はい、ということでこの正面見ていただきますと、あの清正公が愛用された兜でございます。確かに、はい、私こういう兜かぶっとったわ。そうなの、今日はなんかしっくりくるなと思ったの。今日は危ないになられておりませんが、でかすぎますね。はい、そうなんですね。長い星になりたぶという兜が、なんでわかんないですか。そうなんです、有名だったんじゃないですか。そうなんです、はい。そしてですね、あの後ろを向いていただいていいですか、秀吉、はい、こちらも何か見覚えのある姿をしているなと思われるかと思うんですが、ここはやはりお姉様に。私ですか。お姉様なら分かりますよね。まあ大体ヒントつきますよ、はい、うん、大体あのイカとかやめてくださいよ。あ、いいか。あんた秀吉様じゃないんだからそんなこと言わないよ。これはね、あれですよ、はい、秀吉様の大好きだったバナナ。やめてちょよ、ね、あの今世紀最大の良いコケ、コケいいですね。あ、やめてちょよ、おろしたてなんだからねえ、正解でございます。やった、正解。ちゃんとお客さんは確かな情報言わんと。インタビューとかでかけさせてちょうだい。はい、ということでこちらの、あ、後ろ向かないんですね。ちゃんと説明、そう、こちらの後ろはバナナではなく、そう、バナナではなく、ははこちらは秀吉公の愛用された兜、バリン後ろ盾兜をモチーフにした姿なんでございますね。いいですね、はい、これはわしが戦国時代はマット背が低くて、はい、現実のあれに言えば150センチの満たらぐらい小さかったんじゃ、故にわしの身長を誤魔化すためにこのような大きな兜をかぶっておったということじゃ。はい、あ、秀吉もええ存在感じゃ。そうですね。こう合体しておるわけでございます。ね、そしてですね、あのこちらですね、ちょっと手と足のところ見ていただくと分かりますが、中村公園の駅にはですね、皆さんご存知かと思いますが、大きな大きな赤鳥居というのがございまして、そちらもモチーフにしております。秀吉の赤鳥居のポーズ、かわいい、はい、ここシャッターチャンスでございます。いや、かわいらしいですね。ヒロナドの、あの、あれですの、はい、と言いますと、ジャンタラ、秀吉様とね、清正様の生誕の地、はい、尾張中村をね、尾張中村の情報発信をたくさんの皆様にするために、はい、そうです、その中村公園のシンボルである赤鳥居と、はい、秀吉様の兜と、はい、清正様の兜を、はい、足して3で割ったらこうなったってことですか。そう、割ったらこうなったんですね。なるほど、はい、ちなみにうちの秀吉音です。はい、うちの秀吉音です。うちの秀吉音です。違いますか、はい。こんな感じでね、じゃあのぜひ終わり中村をね、皆様にたくさん知っていただくために、はい、生まれた秀吉音でございます。ぜひ皆さん仲良く可愛がっていただけたらなと思います、はい。それではその先ほど出てこの秀吉音っていう秀という字と、はい、清正の清という字使っとるけども、はい、何故このような名前がついたんじゃ。はい、実はですね、このこたびこの中村を応援するためにこのご当地キャラクターというのをですね、中村区の中で募集をしたところ、なんと500点を超える応募が、はい、ありまして、はい、そしてグランプリを取ったのがこの秀吉音なんですが、なんと中村に通う17歳の高校生の女の子がデザインしてくださったんですね。はい、まあ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 、私ね、さっきからずっと聞いておりましたら、なんかもう感動してしまいましての、はい、関係ないのに、はい、関係ないのに怒らないでください、ね、もうね、これね、はい、中村の地のね、はい、民たちによって誕生したと言っても過言ではございませんね。本当です、もう中村組の愛が詰まっております。なるほどでございますな、はい、そうなんです、まあしっかり頑張ってくださりませ、ね、ありがとうございます、ね、はいはいはい、手を振ってますね、もう感動いたしました。はい、なのでそんなのお客さんにお尻向けていいですからね、はいはい、後ろは秀吉公です、ね、あ、いや、後ろをしっかり見せないとね。そうなんです、このバナナを、はい、バナナじゃないです、バナナです。あの、あんま受けんかったやつもう一回言うの。いや、結構今受けたけどね。転倒ってやつはい、転倒ってやつですね。さすがですね、分かってらっしゃる。はい、なのであの中村区のことを今年でね、皆様も愛していただいて、はい、この秀吉音が皆様にね、中村を知っていただくためにいろんなところに参ります、はい、
をね、そして皆様もぜひ中村の地に遊びに来ていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。ずっと駅前におるんだ、この秀樹は。駅前じゃないです、ね、中村公園に毎日会えるの。毎日会えない。いろんなとこ行ったり行ったり行ったり。そうですね、のか、あの基本的には中村公園の中の竹やぶに生息してます。あの住んでるんじゃなくて生息してるんですよ。ああ、はい、竹やぶから、はい、竹やぶに行くと会えます。最後の方に来てすごい情報が出ました。そうなんです。素晴らしかった。そして大好物はね、秀吉公と同じごぼうとセロリがね、大好きなんです。はい、セロリが。バナナはそうでもない。バナナはそう。天丼ダメでしたね今ね。そんな感じで、あの秀吉のことをね、はい、ぜひよろしくお願いしますということでございます。はい、あ、どうぞ秀吉さん。あ、今かぶってまたな。かぶってまた。違いますね、距離感がね。だいぶと時々夫婦漫談やるのやる。それこそタイクルカウラでやってもらっていいですか、それは。はい、じゃあおねや、はいはい、どっかで南谷にも見かけたら、はい、この気軽に声をかけてやってほしいの。そうですね、そうです、はい、もうね、私たち姫隊にとってもね、もうね、愛すべき秀吉でございまする。しかも中村のうちね、最近私たちもよう行きますけど、もうね、ほんと今暑いですから、中村の知恵。中村暑い。はい。適当です。中村暑い。いやいや、ありがとうございます。お披露目だから許すけども、お前、わしの前に完全に。ずっと怒ってらっしゃるからね。怒ってらっしゃる。お前ら、そのマリンカブトのせいでわしが全く隠れてた。わし意外と身長がちっちゃいんだよ。ダメ、身長くしてはね、本当に、はい、ぜひ私たちも応援したいと思いますので、みんなもぜひ応援したってちょ、よろしくお願いいたします。いや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 、改めて秀君に大きな拍手を。拍手、ありがとうございます。ぜひアンポーズ、決めたいもん。